ドルとか。サンダーガイも確かに確かに。じゃあ次から言うだけ言ってみるか。オッケー。え、どうする？ちょっとこれあと何、うん、何回ぐらいで終わりにする？え、全然任せるよ。あ、本当に？オッケー。デイジーサーキット、オッケー。じゃあちょっと、あともう走りするわ。いいね、どこ、うわどこになるかな。新コースあんま言うて知らないんだよな、この1年で出たとこ。うんうんうん。いやとりあえず落ちないようにして、あ、ぶつかんないようにして。あ、そう、落ちないの大事。落ちない、ぶつかんない大事。落ちかんない、ぶつかんない。うん。で、行こう。いや、ここのコース全部知らないな。デイジーなんちゃらと、このクッ、あパックンチョのやつと、あ、こいつ、ヨッシーアイランドか。一回気にせずペラ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 喋ってるね、じゃあ一人で。え、オッケー、あ、オッケー、いいよ、いいよ、いいよ。もう無視していいよ、じゃあもう。ハーチョがそれ聞いて、睡眠学習するわ。睡眠学習。まあ、なんか夢の中で、あ、おしかがこんなこと言ってたな、みたいなやつを思い出して、もう学ぶ。でもコースを覚えるのが一番いいよ。いろんなコース慣れするのがいいのか。そう、うん。配信とか、さりげなく見て覚えるとかでいいんじゃない？あ、そういうこと？確かに。ガオルメンの配信、知らないでほしい。見ながら、マリ化するみたいなね。うん、いいと思う。よーし、行くぞ！ここどこ？知らない。あ、これ新コースか。なんかすんごい綺麗。え、てかさ、待って、なんかさ、東京とかさ、パリみたいな景色があるとこ。うん、あれめっちゃ好きなんだよね。あれ好きだった。ちょっと待って待って、スタートダッシュおかしいだろ、お前、まず。え、なんかあった、今。2と1の間ぐらいでスタート押してためな。わかった。2と1ね。よし。ね、アイテムはね、このコースなんぞや。次のアイテムボックスに着くまでなるべく貯めといたらね、できるかね。あげた、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 あげた。使うんじゃなくて、よっしゃ、あ、そういうことか。そうそうそう。あー、なるほどね。3連打はダメなんだ。使うとかがいいんですけど、3連打、なるべく着けれるだけ体の周りに着けておいた方が火種少なくなるからいいんですけど、もう無駄に使ってしまいましたね。なるほど。なるほど。よし、これでコース知らないのにキンキラの連打はちょっと本当頭が悪いとしか言えないし。あ、キラーいいですね。キラーキラーとても良いですね。あ、星川コーチからのお褒めの言葉が聞きましたよ。いい、ね、なんで褒め言葉しか聞こえねえんだ。キラーのキラーが、ここ、ね、全部飛んじゃった。ナイス、ガチでナイス。よっしゃー。で、ちなみにアイテムをぐるぐる回って何出るかなーの時にアイテムボタン連打すると早めにアイテム決まるからおすすめです。へぇー、そうなんだ。え、何？え、そうなんだ。そうだよ。連打しすぎると決まった瞬間に使っちゃうから注意だけど。なるほど。カチカチカチってやると早く決まる。うん。オッケー。何も見えない。10枚は偉いね。偉いっしょ！まあ、しょうがない。イエーイ！オッケーオッケー。これを連打せずに使うと。よし。おー、キノコ3つめっちゃ出るな。うん、確かに。え、あの階段も登れるんだ。いいよ。だからそのミドさんを勝手に使うなっていう話をね、さっきしたんだけど。あ、ミドリを勝手に、ね、あ、そっか、持ってくれるコーラだから。守ってくれるんだ。なるほど、今気づいた。そうそう、よし、ね。イカなんかはもうすぐ使っていい、それ。邪魔だから。あ、邪魔なんだ。サンダーとイカとキラーはすぐ使っていいね。え、そうなんだ。そうしよう。いや、キノコは今回3連打をせずに、とどまった。うん。あ、偉い。みのり3連打は、ちょっと次回からは、うん。あ、今回は見逃してほしい。もう次回からはもう、オッケーオッケー、もう守ってもらう。うん。ほー。6位かー。まあ、ちょっと上がってきたような気がするなぁ、でも。ま、でも上手くなってるよ、最初よりは。よしよしよし。